ノースリーブスの週刊ノースリーブ。ノースリーブスの峯岸みなみです。小島春菜です。高橋みのみです。それではこちらのコーナーに行きましょう。ノースリーブの掟。はい、はい、ノースリーブの規則、ノースリーブスの鉄の掟を2択で決めていくコーナーです。意見が割れた時は多数決になるのでしっかり説得してください。はい、おい、今日のテーマは世田谷区僕んち冷蔵庫さんからいただきました。お、うん、誰もが一度は悩んだことがあるこのお題を選びました。うん、嬉しいです。モテる髪型はリーゼントですか？アフロですか？これです。悩まねえよ。一回も考えたこと、しかもモテる？モテねえだろ。やりたいとかじゃなくてモテる？そうです。モテる髪型はどっちか。ええー。決まりましたか？いや、いる今。そう、どっちも見かけないんだよな。いるじゃん。いる？いるよ。マジで？どっちも見たことある。プライベートだよ。プライベート？うん。プライベート？うん。プライベートリーゼント？ビジネスリーゼントはさ。ああ。プライベートアフロならいるじゃん。うん。スタースターに。そう、いるっけ、プライベートアフロ。TBS の音楽番組。ああ、いるわ、プライベートアフロ。カンペ出す人。ほんまよ。あれ、プライベートアフロか。うん。難しい。決まった？決まった。いいよ。はい。モテる髪型は、リーゼントだと思う人。はーい。意外。高見な。アフロが高見な。うん。意外、絶対リーゼントだと思った。私もリーゼントだなと思ったんだけど、アフロの人でいろいろ思いついたら。かっこよかった？かっこいい？違う、あのさ、ウォーターボーイズでさ、映画でさ、玉木宏さん、アフロやったよ。そうだっけ？うん。そう、あ、アフロ、あ、お姉の役？あ、お姉じゃない、お姉じゃない。学生役で、アフロが燃えちゃって、みたいな役やって。へぇ、それが？それ燃えた後かっこよかったなと思って。え、燃えたらアフロじゃないってこと？うん。そりゃ、玉木宏がかっこいいだけじゃないかよ。そうか。それイケメンに限るってやつじゃん。玉木宏に限るよね。アフロ。高見は絶対リーゼントだな。不良漫画が好きじゃん。そうだよ。リーゼントだ、ごめん。高見はリーゼントだと思った。ほんとだ、桜木花道もある意味リーゼントだ、あれ。そうだね。ソフトリーゼント。サタさんだってかっこいいしさ。なんか男っぽくて守ってくれそうじゃん。リーゼントだね。かっこいい。ほんまや。うん。ニャニャンは？ニャニャン、そのおしゃれ目線からしてもリーゼントだな、やっぱり。今一番モテる髪型って。モテる髪型はリーゼント、やっぱり。どこの人の髪型あんま知らない。確かに選択肢少ないよな。何種類知ってる？え？単発か長髪かしかわかんない。刈り上げ。モヒカン。ツーブロック。ベッカム。ベッカム。アシメ。あー、アシメ。やばいよね。アシメの代表、井上さん。井上さんのせいでアシメの人気が急激に下がったんでしょ？スギちゃんのせいで、暴落。あー、ベストの。そうだ、そうだ。下がったし。じゃあ、じゃあもうでも決まっちゃったもんね。で、みんなリーゼントだもんね。なんでなんでそこ突き詰めないとさ、やっぱりその、ニャニャファッションリーダーが言うことで、はっきりしてくるものもあるから。でも確か、それタイプだと思う。なんか男らしい人が好きか、フェミニンな感じが。え、ちょっと待って待って。フェミニンだ、フェミニンだな、アフロって。フェミニン。フェミニンじゃん。マジで？ファンキーじゃないの？これニャニャが言ったらフェミニンになるよ。フェミニンね、ファンキーの方、アフロ言ってる方。え、フーって感じ？ファンキーアフロ？違うの？フェミニンのアフロ。私、フェミニンアフロをする。ファンキーアフロとフェミニンアフロって何？なんだろう、フェミニンのアフロ。あの人か。そう。つばきの CM 出てた人ね。え、つばきにアフロ出てた？なんだっけ、なんだっけ。ゴータさん。渡部ゴータさん。私、つばきの CM で何年か前に共演させてもらったけど、あの人はなんかフェミニンな。ちょっとアフロっぽい感じになるもんね。ああ、違う。ああ、見たら急におしゃれになっちゃった。パーマっぽい。深海だなと思ってたらどうしよう。あ、ね、やば、ごめんなさい。アフロじゃないよ。ごめんなさい。リーゼントもね。リーゼントも。でも確かにそう、渡部豪太さんがアフロだったら私アフロの方がいいかも。リーゼントの人と街歩くのちょっとびっくりするじゃん。あ、なんとか。え？あ、これは確かにフェミニンだわ。アフロそのイメージ。超フェミニンだわ。それはアフロなの？え、これは、アフロ？パーマでしょ？え、パーマでしょ？これは。ねえ、ミッションですよね、悪いけどさ。今、渡部豪太さんの画像見てるんですか？パーマだよ。パーマか。
違う。いや、私が宇宙兄弟の、宇宙兄弟のあの人もそうだったよね。パーマだよ。岡田将生さんだってパーマでしょ。ああ、岡田将生さんもフェミニン。じゃあ、ゴータさんも。岡田さんもフェミニンだ。アフロじゃないよ。パーマだよ、どっちも。まあまあ、うん。ああ。難しい。今どいって。グレーゾーンだ。グレーゾーンだ。これグレーだって、思ってるよりはアフロだった。でも、この時はアフロかって言うと。いや、それはパーマだよ。ないな。え、さっきの説明して。さっき。アフロだ。あれ？どっち？わかんない。これ、境界線むずいな。あの、これはもうなんかフェミニンだもんね。長いからね。アフロの定義が。アフロなんだ。渡部さんは日によって、その潜在写真によって、違うね。アフロかパーマ。決められない。それでは。変えます。変えました。今日のノースリーブの掟のテーマ。うん、渡部豪太さんは、アフロ？パーマ？徹底討論。わかんないよ。これご本人聞いてたらどう思って？本当に辛いのやめてよ。私、共演したことあるんだから。意見があるものは述べよ。近くで見た人、はい。はい。なんか近くにいた人の意見が一番だよ。やっぱり、なかなかね、私たち会う機会がね、なかなかないから。これは、うん、実際のところ、私が共演させていただいた時は、あれも2年前は、あれは、パーマ。天然パーマなのかな？パーマ当ててるのかわかんないけど、パーマ。でも、ちょっと今日そのタコミナのいろんなの見て、あ、これアフロかもなって思った。難しいところだよ。セーパーマだもん。だからボリュームのあれ。え、じゃあアフロってさ、検索してさ、なんかさ、アフロ渡部さんみたいな検索してさ。アフロ出んのかな？渡部さん。それかさ、なんかまとめとかでさ、今流行りのアフロ芸能人写真まとめじゃないの？お、待って。このラジオには似合わない深い話になっちゃうんだけどさ。うん、深い話？うん、アフロってなんだろうね。深いね。今までなんか身近にあるようでなかったっていうかさ、考えたことなかったけど、アフロって何なんだろう。人はどういう印象を抱かせたくてアフロにするんだろう。確かにそれは気になるところ。アフロ。一応、渡部さんファンから言うと、アフロ髪といえば渡部豪太さんというほど定着してますよね。あ、いいんだ。ファンの人もそういう感じなんだ。自他共に認めるアフロなのか。そうだね。アフロのイメージをすごい覆されたな。なんか、うん、アフロって何？ね、アフロって。そうそう。アフロって何？でも、アフロってさ、なんか、今日話して思ったのは、内面から出てくる。ああ、そうだよね。そっか、内面がアフロってこと？内面がアフロ？内面がアフロ、内面がアフロって何？ああ、かもね。かもね。みんなのそれぞれの心のアフロってことでしょ？それ。え、誰しもが持ってるアフロってこと？それ言いたかったの。これでしょ、みーちゃん。そうそう。もう本当に。どんな髪型してても、心がアフロの人はアフロだし。そっか。じゃあ、私の心にも。そう、だから高見のも立派なアフロだよ。あ、マジで？あ、気づけてる。そこは自信持ってくれていいと思うよ。本当？うん。自信なかったの？もう自分は、誰もが憧れる、セミロング、うん、ロングヘアだなって。そう、ずっとロングヘアだったの、生まれてから。これ芯持ってるかもしれないけど、春菜も、実際のところ、アフロから見たら、本当にすごいいいアフロ持ってる。ありがとう。マジで？すげえ、羨ましいわ。ありがとう。そうだよ。まあ、天然パーマなんだって、渡部さんは。ウィキペディア。身長は179センチ、血液型は AB 型。くるくるした髪型は天然パーマ。聞きたくなかったアフロだよ。渡辺さんはアフロでしょ。子供の頃はそれが嫌で丸刈りにしていたが、嫌だったんだって。2006年頃から髪を伸ばし始め、今ではこの髪型がトレードマークとなっている。
そう、一つのさ、あれも覆してるよね。坊主にしたら髪質変わる説も覆してるの。でも心がアフロなら、これはアフロだよね。そうだね。うん、なんか、みんなも、辛い時には自分の心のアフロに問いかけて。うん。みんなアフロだからね。みんな一緒。うん。それが起きて。え？もう分かるでしょ、言わなくても分かる。みんな胸に手を当てて。今のか。みんな一回胸に手当てて。当てた？うん。うん、それが起きて。分かった。やりました。ノースリーブスの週刊ノースリーブ。ノースリーブスの週刊ノースリーブ。それではこちらのコーナーに参りましょう。峯岸みなみのこんなもんだ、うん、出ました。世の中ってこんなもんだよねというメールを紹介していきます。あまり世の中に期待しない方がいいってことを伝えるコーナーです。お、それではメールを紹介していきましょう。埼玉県、鎖骨磨き中さんからいただきました。LINE の一言で渾身のものができて、いざ設定したら文字数が合わず、最後の一文字だけ改行されて読みにくくなる。あ、長文のね、はい、あれ長いとダメなんだ。そうなんだよ。どこと長いと2行になっちゃうから。どこってこれね、じゃあここで、今、みんなが何を一言に設定しているか、うん、発表します。LINE の一言、ね。発表しちゃいますよ。にゃんにゃんはね、でもね、やっぱね、センスあるっていうか短いんだよね。うん、小島さん。うん、優勝。全然意味わかんない。意味がわかんない。意味が優勝。優勝。うん。一言か。高見菜。これね、画像がね、はい、ないとわかりづらいんですけど。画像の説明ですね。FNS 歌謡祭出演、高見菜沢さんです。はい、これ2行になっちゃってるね。2行になっちゃってるね。あ、2行か。これ2行か。これね、私今日変えたばっかりでね、ちょっとはず、一番恥ずかしいんですけど。何これ、何ですか。峯岸みなみ解禁。何どうしたの、何解禁、ね、これね、今日ね、病院でね、再検査したらね、うん、すごい結果が良かったんですよ。良かったね、そういう意味で、うん。本当の私解禁っていう意味で。うん。うん。すまんねえな。え、すまんねえな。え、だって今だとっておきのなんか、なんか、いつでも、いつでもそうやって、見られると思ってよ。私生活も。ああ。ねえ、騙されるとこだったわ。つまんねえわ、これ。いや、だって、そんな、危ない。来ると思わないから、ね、次な。しますよ、それ。次行くで。愛知県ラジオネーム、ブロッコリー嘆きさん。うん。鳩はよく見るけど、鳩の赤ちゃんは見たことない。うわっほんま、うわ気づいちゃった、めっちゃ怖いじゃん。怖い、なんか怖い。やばい、怖い話なの、それいいの放送して。やばそうじゃない、都市伝説みたいな感じ。どういうこと、こんなん。え、これ気づいてよかったのかな。これ消されるやつ、これ多分カットした方がいいんじゃない。え、マジで、うん、確かに。ハトって何、どうやってなってんの。え、怖い、ハト嫌い、怖い、これやばいって。え、なに、赤ちゃん、え、ハトの赤ちゃんって何、赤ちゃんとかじゃないってこと。やだやだ、キモい、なに、なに、あ、しまって、え、すぐ検索すんのやめなさいよ。みんなラジオ中わからないことが多すぎる。何見してよ、何よ、え、なに、怖い、ピンク、何が見えてるの、ピンク、やっぱり、なに、あ、でも、はい、あ、いるわ、哺乳類じゃないか、あ、いた、あ、でも、みんな思ってることだ、言っていいんじゃない、なに、ハトの赤ちゃんはどこにいるの。やだ、その喋り方。ハトの赤ちゃんはどこにいるの？あ、え？何、やだ、怖い。え？何、どこ？言って。え？どこ？わかんない。え？わかんない。やだ、やっぱり謎なんだよ。言っちゃいけなかったのかな、これ。怖。なんでそれ選んじゃったんだよ。だって見たことないなと思ったからさ。ダメだったんだ。だってラジオネーム見たことねえし。本当だ。ブロッコリー嘆き。うわ。ぶっこんできたんだ。わざとだ。スパイだ、これ。このラジオ終わらせようとしてるんだ。やばい。やばい。要注意。あ、危ない、また騙されるとこだった。やっぱ。怖っ。ちょっと次ね。次もっと庶民的なのかもみんなが共感できるやつ読むよ。うん、兵庫県ラジオネーム、爽やか3組。もう私の負けです。という思いで毎年クーラーをつけてしまう。これね。いいじゃん。ああ、確かに。ほっとする。うんうん。でもさ、なんか、
6月ぐらいまでは、あ、今年絶対行けるとか、思うわ。じゃん、うん。絶対今年行けるわ、このままつけないでって思ったら、もう7月から大変。物全部腐ると思うくらい暑い。あ、本当に外出したらあかん。水も腐るよね。うん。え、水って腐るの？水腐るんだよ。ダメなの？ダメダメ、出しっぱにした。ペットボトル1回でダメなんだよ。ダメだ、1回開けちゃったらダメなんだって。1日でダメなの？マジで？うん、飲んだの閉まってまた飲むよ。冷蔵庫ならいいでしょ。あ、冷蔵庫ならいいかもしれないけど。でも菌が超繁殖するときの。そうそう。夏本番。気合入れていこう。次。ねえねえ。ん？鳩の赤ちゃん。またその話だよ。掘り起こすなよ。掘り起こすなよ。このトークも使えなくなるって。一つあった。鳩を飼っていましたが、生まれてから1ヶ月。やだ、なんで鳩飼うの怖い。生まれてから1ヶ月。いやー、やだ、本当に鳩より嫌だなんだよね。生まれてから1ヶ月ぐらいは巣にいます。1ヶ月は巣にいます。1ヶ月は過ぎれば巣立ちで、1ヶ月半ぐらいになれば一般の方では、あ、一般の方では見分けるのが難しい。やだやだ怖い。成長します。1ヶ月で？あれやばい、全然違う話。生まれてから3ヶ月ぐらいで普通にレースに出します。レース？あれ？わかんない。どこのご当地大会なの？大丈夫それ。成長スピードは驚くほどに速いんです。ハト？はい。え？レース？はい。余談ですが、ハトは年間5、6回も繁殖し、子育てをするんです。やだー。え、レースって何？わかんない。ハトレース？あ、ハトレ、レースバトを飼ってる人のやつだ、これ。あー。あ、だからか。ピンとこねえわ。ピンとこねえわ、レースバトって何？だから成長がめっちゃ早いんだって、1ヶ月で。やっぱりなー。平和の象徴だからね、あんまりね、嫌なんだ、ダメなんだけどね、そういうの言っちゃうね。子供の時は普通に可愛いわ。え、ほんま、見せて。見せて。引きで見せて、引きで見せて。あー、私シンプルかもな。何？あ、可愛いやん。うん。ファッサファサで。あー本当だ。鳥。怖い。そう。いきます。ラジオネーム、スガッチ。埼玉。うん。自分の声を録音して聞くと変な声でショックを受ける。うん。ああ、でもわかるわ、これ。最初そうだった。ね。もう慣れるびっくりしたよね。レコーディングした声聞いてビビったもんね。信じられないよね。え、これ私ですか？受け止められないよね。そうそう。ラジオもそうじゃない？なんか。あ、ラジオもそうか。あ、こんな感じなんだって思う。うん、思ったよりうるさいなとか、うん。そうなんだよね。すごい勉強になるよね、聞くの、自分の。うん。うん、終わり。終わった。終わった。勉強になった。まあ、今日こんなもんだよな。そう、こんなもんだよ。あ、ありがとう。こんなもんですよ。こんなもんだ。一盛り上がりあったから大丈夫、うん。そうだな。ということで、今週のこんなもんだ大賞。あ、そうだ、大賞決めなきゃ。発表したいと思いますよ。誰に何があったっけ、ね、うん。LINE とかあったね、なんかね。アフロのやつ？あ、アフロの、あれ？アフロって別か。別か。アフロ別か。アフロは起きてですからね。発表しますよ。今週のこんなもんだ大賞は、ブロッコリーのげきさんの、鳩はよく見るけど、鳩の赤ちゃんは見たことない！うわぁ！それか。え、でもそれスパイじゃん、ブロッコリー。大丈夫？いいの、スパイに。いいの。スパイに餌をあげて。あ、泳がせようぜっていう話、ね。その餌っていうのは、番組オリジナルステッカーだ！あ、あれ？ここまで。書いてます、一応。住所もフルネームも。バッチリです。うん。なのでシールあげるからもう勘弁してください。お願いします。よろしく。もう潰さないでください。お願いします。ということで引き続きこんな問題を送ってください。メールアドレスは no3b@allnightnippon.com no3b@allnightnippon.com。 ではここでこんな問題リクエスト、こんな問題ニストの峯岸みなみがいい感じの選曲をします。聞いてください。生き物係でブルーバード。羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空。ノースリーブスの週刊ノースリーブ。ノースリーブスの週刊ノースリーブ、そろそろお別れの時間となりました。
ます。はい。今日ちょっとアフロの話がね、盛り上がりすぎて、ね。もうアフロしか残ってないもん、今頭に。もうないんだよ、感想も何も。確かに。そうだな。みんな自分の心の中に気づけなかったアフロが見つかってよかったよ、ね。よかったよ。今日気づいた、ね。すごい有意義な。このタイミングでも遅くないから。あ、そうだね。ですか？リスナーの皆さんもぜひ、自分の胸に聞いてみてください。さて、番組ではラジオの前のあなたからのメールをお待ちしています。峯岸みなみのこんなもんだ、ノースリーブの掟、小島春菜のしゃべりましょうシーズン2のテーマ、質問や番組の感想なども待っています。スマホでもアクセスできる番組携帯サイト裏側ノースリーブは、ちょっとしたことでふてくされるからめんどくさいです。メールの続きはノースリーブスアットマークオールナイトニッポンドットコム、ノースリーブスアットマークオールナイトニッポンドットコム。ノースリーブスのスペルは NO3B です。たくさんのメール待っています。それでは今週はこの辺で、ノースリーブスの峯岸みなみと小島春菜と高橋みなみでした。バイバイ。バイバイ。アフロか、うん、一回はやりたいよね。マジマジで行く。ここまで来たわ。え、心のアフロが、すごいな。表のアフロに、表のアフロ、表現のアフロ。